えー、今回紹介する動画は「ハルマゲドンの決戦」シリーズの13番目の動画ですね。えーとまあ、この動画なんですけども、まあ、実は、ねまあ、非常にに奥の深い話になってますでなぜそう言えるのかというと、まあ、その前回がその両親がね、まあ、正常に機能してくるようになると、まあ、何をか渇望し何を求め、まあ、何を行うようになってくるのか。 とといいうことについての話がまあ前回の,その12番の動画だったわけなんですけどもまあこの13番の動画はまあその野イの当初のまあご意志とかそのあとまあイエス・キリストがまあその十字架にかけられてまあ亡くなったっていう部分でまあその意味ですねまあその意味の,まあその自分もこれは今で全然意識してなかったんですけどもやっぱりこういう話を聞くとその つまり14万4千人に選ばれるというのがいかにねまあすごいことかっていうことがわかりますでとにかくね、まあ、この動画に関してはね、まあ、すごく深い話であるということしかちょっと自分の方では言葉がないんですねでやっぱりねそのものすごくその深い話なんで、まあ、いろんなその聖句が出てきますでその聖句もそのやっぱりねそのなんて言ったんですかね やっぱり奥が深いんです、ね、<laughs> まあそ,うそのようにしかちょっと自分は表現することができないんですけどもやっぱりそのこの動画を通して、まあ、その最終的にその聖句の意味をさらにね知ることができるっていうのが、まあ、今回の動画だと思ってます。ですからこの動画に関してはねやっぱりねあの1回の視聴だけではなくてその何回も視聴されることをねおすすめしたいと思いますし。 これはまあ先輩もこの動画の中で言ってるんですけども、まあ、ノート等にねあのまとめていただくといいんじゃないかと思います。それだけねあのすごくね実は深い話になってます。だからあなるほどなそういうことだったのかとかねいろんな気づかされることもありますし今まで全然自分自身も知らなかった、ね、そういった話が出てきますのでものすごく勉強になります。でその勉強することにによってその14万4人に まあ選ばれるっていうのがね、いかにすごいかっていうことがわかりますし、まあ、それがね、もし選ばれることができればものすごく光栄であるといったこともわかると思います。とにかくね、あのまあ、一度この13番の動画を全編通してね、あの聞いていただければと思ってます。本当に深い話です。ね、また勉強のしがいもあります。 ですから、ぜひね、一人でも多くの方にこの動画をご覧になっていただいて、いろいろと学んでいただけたらなと思ってます。まあ、自分自身もね、もう何回か視聴してますし、まあ、それでもやっぱり、その、まあ、毎回思うのは、やっぱり深い話であるというのがね、結論になるんですね。それだけすごい動画なんですね。ですから、皆さんもこの動画を、あのぜひね、視聴していただいて、その、 多分同じ感想になるんじゃないかと思うんですね。とにかく深い話であるといったことですね。ぜひあの、その,、ね、あの動画の方をあの視聴していただいて、それを確認していただけたらと思います。そしてまあ何回も言いますけども、まあ、各地でね、そのポイント等をまとめていただいて、あのー、ぜひね、次の動画にまた生かせるようにしていただけたらと思ってますねで、ね、ぜひ動画の方の視聴をよろしくお願いします。今回は以上です。ありがとうございました。